あ、リンゴだ。あ、え？なんだこれ。ねえ、バグってる。バグってんのかな、これ。ねえ。トマトが。トマトが近い。ちーちゃんだけ大丈夫だった。はい、これがフワユと言います。これがトイザラスに売ってます。みんなトイザラスに売って買ってみてください。フワユかインドウさんかな。インドウさん、マイクラさんは来るかね。ちーちゃん可愛いですよ。言ってたよ。よろしくお願いします。なんかさ、レアさんと同じ髪型の。そうだ、ドラーゴンさんかな。ねえ、おならする。おならはいいね。レクザー、ね、このぐらい、こんな感じの大きさなんだね。おならする。おならしない、ね、ほら。ねえ、おならええか。おならってなんだよ。なんかやる、うん、ピクニックでもやるかも。ピクニック、ピクニックしませんかって。ピクニックしませんか。はい、じゃあ料理始めていい。お野菜にも見えますよ。お野菜には うわぁ、でっかい。やっぱりみんなどんなおかずを選んだのか。もう古いやついっぱい。みんなケチャップ選んだのかな。え、またケチャップ。あ、リンゴだ。あ、え？なんだこれ。ねえ、なにこれ。なんだこれ、何が起きる。ねえ、バグってる。バグってんのかな、これ。ねえ。トマトがめっちゃ近いんだけど。トマトがねえねえねえ、バグ。パン乗せて、パン乗せて、もういい、オッケー。はい、できた。バグってた、なんだこれ。ねえ、なんで。なんだ。ねえ、近い。ねえ、なんか材料が近いって。材料が近かったね。あ、できたよ、ほら。材料なんであんな近かったんだろうね。あ、なんか寺田さんがバグったんだって。おー、酸っぱいのか。酸っぱいか。あ、インドウさんもバグってたんだって。ちーちゃんだけ大丈夫だった。いや、そうだったのか。あんなことになるんだね。ではさ、みんなに今日は終わりにしますって。今日は終わりにします。すいません、今日はもう終わりにしたいそうなので、ちょっと早いですけど配信終わりにしようと思います。ピクニックしかしてないですけど、すいません。インドさん、ありがとうございました。お疲れ様です。